皆さんこんにちは。 VR ビデオ制作のユーザー体験をより良くするために VO2 で新しい機能が登場しました。新機能で360ビデオ映像を簡単に編集できるようになりました。マルチシーンストーリーやホットスポットナビゲーションを作成して視聴者を案内することも可能になりました。これから V や VR 対話型体験の利用方法を説明していきますが、 V のウェブサイトでログインして始めましょう。まずは右側をクリックしてシチュエーションを作成してください。そしてパノラマを選んで一括アップロードします。編集ページに入って削除や名前変更、順番調整、新規作成などもできます。ツールバーは左側にあります。ホットスポットをクリックしてナビゲーションを希望の場所に移動してください。右クリックするとホットスポットの情報変更ができます。一つのシチュエーションを選んでリンクをつけて適切なスタイルを選択してください。そしてラベルをつけ、公開あるいは非公開を選んでください。音声ボタンをクリックしてファイル選択とラベル編集をしてください。音声を立体化オーディオにするなら指向性を持つようになり、体の動きが変わると音声も変わります。自動再生やループも設定できます。右側には設定ボタンがあります。一人称視点でシチュエーションに入ることが設定できます。シチュエーションリストは自動的に展示されています。まずはシチュエーションをプレビューしましょう。最後の対話型体験アートワークで全てのシチュエーションを閲覧することができますが、シチュエーションリストを再生したくないならこの機能をオフにすればいいです。編集が終わったら左上にある戻るボタンをクリックして関連情報を入力し、サムネイルをアップロードします。そして保存をクリックして発表してください。今は個人ページで自分の対話型体験が見えます。編集ボタンをクリックして情報をもう一度入力し、あるいは変更することができます。今日の説明は以上になりますが、これから新しい機能がどんどん登場します。興味がありましたら Weir のホームページへの訪問と Facebook グループへの参加をよろしくお願いいたします。ご意見やご要望がありましたら遠慮なくコメントしてください。さあ、自分のインタラクティブスペースを作ってみましょう。